しました。谷崎桃子です。よろしくお願いします。今からそこにあるタグに自分がつけてる指輪の、ルーツ、例えば私これこの指輪は岡山の怪しい店で買った2015年夏のレジデンスでシルバーとか書いてあって、でそれを、私ちょっと今から朗読するので、まず、指輪持ってる人はその自分の指輪のルーツを書いてもらって、で、私が、タグをつけて、私が指輪にタグをつけて自分の指輪になんか入りきらなかったらバランスよく適当になんかタグをつけて、なんか置くんで、なんかそしたらとりあえずタグを書いてもらって、で小耳に朗読を聞きながら、その指輪を私が置いたらそのタグをつけて置いてもらって、で、私が指輪を回収したら、自分の指輪を回収したらタグを置いて自分の 指につけて、そのまま元の席に戻ってください。わかりづらい。ちょっと多分まず、じゃあ私が、本を読むので、文章を読むので、指輪を持ってる人はそのここにあるタグにもう今来ちゃってルーツを書いてください。まあ、できるだけ詳しく18禁とか、 なんか誰からもらったとかそういう感じで、じゃあ、指輪を持ってる人は、自分の指輪のルーツをちょっとここまで来て書いて、持っといてもらっていいですの、なんか私が置いたら置いて、で私が、回収したら
皆さんも立って回収してもらって私の動作と同じように従ってもらって私はそのまま指示をせずに朗読を続けるので、で最終的にタグを取ってタグを置いて自分の指に戻してもらうところまでで終わりにします。なんかそこら辺にしてもらってで結構その小耳にしながらちょっと行動をしてもらいます。じゃあ始めます。2015年から指輪を巡っている。2015年夏に岡山にレジデンスに行った時に古い商店街で木箱を見つけた。木箱は戦時中に不足した金属を補うために設置されたものだった。昭和18年8月12日勅令第667号は日中戦争から太平洋戦争にかけて戦局の悪化と物資武器生産に必要な金属資源の不足の補うために官民所有の金属類回収を行う目的で制定された。これが金属回収令である。奢侈品である銅像や貴金属、ひいては結婚指輪なども武器の生産のために形を変えられたという。そこから終戦後、生活用品が不足したとき、ゼロ戦を溶解させて食器などを作っていたことをグランクラスで近藤愛介さんと古方太郎さんの作品にあったジラルミンの館を見て知った。ここに思いを馳せると金属という素材の質感を残しながら鋳型によって用途を変えることができるものが各時代を表彰しこの生活の一部になっていた。金属は使用頻度によるが身に馴染んでくる。私は指から指輪を外したとき、わずかに歪んだ円を見て自身の体の活動と生命の営みを認識する。体の一部としての役割を終えた指輪は私の体から離れてもなお体の一部のように大切で私のパーソナルな歴史を語る。特注の展示に行った。ボディに着せられた服は新品の既製服を着てランウェイを歩くモデルのそれより人間を感じる。展示をされている服はクライアントのサイズに合わせて作られたのであろう。得意なシルエットもしばしば見られた。そこに過去の人物の歴史をひしひしと感じる。
広い肩幅と、それにしては絞ってあるウエストラインは以前の骨格も服で縛り付けて体の線も整えていた時代も現在に感じさせるのだ。固有な人間の形を感じさせる服は若干の気持ち悪さとともに、その時代とそこにいた人の存在を感じさせる。体の歪み、何かを着て生きる励みにしていた人、作るもの。石内都の写真作品の被写体は亡くなった母親の遺品、広島の原爆資料館にある衣服、フリーダカーロの遺品。日常で生活、体を支えていたものが人の近くで役割を終え、作品として出力されたとき、その価値はどのように変化したのか、または美術作品としてどのように存在しているのか。私は母が初めて買った18金の時計の形をした、今はアクセサリーとしての機能だけをしている、歪んでいるように見つめながら考えるのだ。それらのような個人の情報を持つものを作品として出力する動機の中に、そのものに含まれたパーソナルな歴史を昇華していく。根が故事関わらずそこに言及する。そのままの役割で終わらせてはならない。存在の戦いがあるのだろうと私は思う。それはボルタンスキーが自分の髪やセーターの切れ端を収集していたことがことや、私が若干の気持ち悪さを残しても、美術作品を作り続けること、筆を持つこと、今こうして語り続けることと無関係ではないのだろう。直縁の鋳型から彫金された指輪は長い時間をかけて歪んでいく。人体を物として考えると、この歪みは物と物が境界を分かち合い行き来することや、人間の身体の鼓動や血液の流動によって発された熱、ただ自然の一部として生きる。ことすらも表彰するのように限りがない。他人が持つ指輪のルーツも固有のものなのだろう。母の指輪を縮めてまでも私がこれを離さないこと、川の上流の石が丸くなること、人と人の心の縁がぶつかり合うことのように終わります。